まあ、先生、大振り返りになってここの局面は今どんなような状況なんでしょうか。はい、一応この白が急には攻められ、はい、急には目が取れない形をしてますので、はい、収まりまして、これは何目ぐらい、これ死んでるんですね。はい、まあ、50目以上の地は見込みます。ああ、この黒石が取られて50目以上の白地があるという、はい、見込まれるということですね。はい、代わりに黒がそこにポン抜いてると、はい、いうことですね。で、黒がこの勢力を生かしてこれからどう白に寄りつくかがポイントだと。そうですね、はい、具体的にはここの石ですね。はい、はい、ではその後の着手よろしくお願いします。はい、あ、そういうこと。ここは下辺に持たれて睨んでるのは中央の白を睨んでるということなんでしょうか。はい、そうですね。ですから白が中央の石を守れば、はい、こちらで咲いていくと、咲いていって得をしようということですね。白は頑張ったわけですね。白はこう頑張りまして、うん、で次にここにね、そこは急所なんですね。で、ここがこの白の形の急所ですね。はい、で、そこまでと、はい、ここで、そうですね、26分使われて最後の白の着手が打たれました。はい、先生、この後どうなるんでしょうか。はい、この後はやはりここの石がどうなるのか、はい、ところがまず一つなんですが、はい、あともう一つは、はい、こちらの模様がどれぐらいまとまることになるのかっていう、うんうん、まあこちらが終わってからだと思うんですけれども、うん、そこも非常に大事なところになってきますね。なるほど。はい、ここの方面白は無事に済むんでしょうか。それがまだわからないですね。例えばこの手がじっとこう打った手がやっぱり、はい、なんていうか僕はすごいいい手だなとは思ったんですけども、うん、こういうふうに例えばこういうふうにやれば先手が取れるんですね。はい、こういうふうにやってこういうふうに逃げることはできるんですけれども、はい、ちょっと後がいろいろ白も嫌なところがありまして、その意味するところはいろんな危機があるということなんでしょうか。そうですね、うん、はい、まあすぐではないんですけれども、はい、こういうところが効いていますので、まあ手順が難しいんですが、はい、こういうところね、はあはあはあ、こういうふうになりまして、はあはあ、なるほど。すぐには成立しないんですが、こういった狙いを残すことができますので、はい、非常に分かりやすく逃げることはできるんですけれども、はい、後手の線みたいな感じなんでしょうか。ええ、そういう形ですね。逆にこういうふうに打っておきますと、こちらをちょっと後手なんですけれども、後で楽しみですか。はい、ここに、はい、いろいろな、例えばこういうふうに来た時はこちらの狙いなどもいろんな狙いを持つことができますので、じっとここに打った手が非常にいい手だなと感じました。なるほど。挑戦者は今、昼食前にですね、次の手を37分考えてそのまま昼食休憩やめてた。はい、だいぶ長く考えてますが、次はどう打つのが候補手として考えられるんでしょうか。候補手は一応ここも考えたんですが、はい、これは、まあ、いいかどうかはちょっとわからないですね。うんうん、まあ、こういうことになるんでしょうか。これで打てるのかどうか、あるいは何かこちらもどう打つか難しいですけど、こうあるいは、うんうん、いろいろ考えられるんですが、なるほど、ちょっと難しい。はい、ここは難しい局面だと思います。そうするとこの後の一手一手が、まあ、はい、かなり勝負形勢かなり振り子がこういろいろ動くようなかなり厳しい局面なんでしょうかね。そうですね、一手一手が難しい局面ですね。はい、わかりました。はい、
先生、またあとちょっとですが、はい、2日目、午後また解説の方よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。